よう、ヒューガ、小学生の時以来の対戦だな。あの時は引き分けだったが、今日は俺たちが勝たせてもらうぜ。ふん、あの試合は勝とうと思えば簡単に勝てたんだ。だが南葛を予選で落とすためにお前たちとはわざと引き分けただけさ。何？俺たちの間にはそのくらいの実力差があったし、今の差はもっと開いている。お前たちに勝ち目はないぜ。立花兄弟、お前たちの空中サッカーは俺のサッカーに通じるものがある。だがだからこそ得点は許さない。お前たちが兄弟で攻めてこようとゴールは一つだ。くそ、俺たちのことを舐めやがって。でも今のではっきりした。あいつらは正雄と和夫以外の俺たちをほとんど意識していない。だからこそ花輪中の新しいサッカーが威力を発揮するのさ。正雄、和夫、俺たちは二人のために動き回る。だから二人もその俺たちを生かしてくれ。ああ、頼むぜみんな。おう。フィールドに立てば実力が全てだから。全僕、俺を無視すると久々。もしかして。しました。つっ、いけ、試合開始。こぎでかわした。責任を切り裂く。鮮やかなジャンプ。目の先突破で2セット。高島くん、スライディングでカット。絶妙なインターセット。あ、かわした。もう抜かせません。こぎでかわした。花は、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。ここで奪った。そら、ボールを奪った。それボールダッシュ成功。終わったぞ。鮮やかなジャンプ。高島くん、激しいタックル。中村くん、ワンタッチで送る。センターラインを越えて攻め込む。飛び越えた。敵陣を切り裂く。飛んでかわした。これは血を吐く。いいね。高島くん、横に飛んだ。さあ、サンタだ。高島くん、激しいタックル。小池くん、パスを出します。ダメだ。浜井くん、激しいタックル。よし、ジャンプ一番。これはドボールした。体ごとぶつかっていった。どうだ。行け。決まった。ダイレクト。
ートでパズラ飛び越えた。やっ、それ連続突破で見せます。飛んでかわした。クイーンシュートだ。いっけー、それこのシュートに入っている。決まりましたね、カトさん。それそれ、マッチ君横にかわして突破。スライディングで止めた。飛び越えた。スノコリにかわしていく。ジャンプイット、かわした。鮮やかなジャンプ、飛びでかわした。これは戦い方を変えてきたようです。あらわっともいけちゃった。シュート横っ飛びで鋭く反応。ダイビングキャッチで抑えた。花はこの作戦指示が功を奏するか。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。チャージが決まった。飛び越えた。スノークリーにかわしていく。もらったぞ。かわした。鮮やかなジャンプ、これは血を張る。いいゲームだ。ここだ。横っ飛びで鋭く反応。若島津くん、これはキャッチできない。タックルも決めた。さあ、ゴール前です。飛んでくるか。敵陣を切り裂く。ツインシュートだ。反応しているぞ。あーっと、これを弾いた。花はこの作戦指示が功を奏するか。カーデ君、激しいタックル。花はこれは戦い方を変えてきたようです。双子とぶつかっていった。この作戦指示が功を奏するか。あーっと、この位置でバスケット。ここで作戦を変えてきました。マッチ君、素早く横にかわす。ダイマル君、ここは抜かせません。花はこれは戦い方を変えてきたようです。小野くん、素早く横にかわす。鋭いスライディング、かわして振り切った。ソリマチくん、パスを出します。よし、また奪い返した。花はここで作戦を変えてきました。横をすり抜けた。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。このタックルは不発に終わります。小野くん、センタリングを上げた。行くぞ、俺たちの空中技。ここだ、いっけー。このボールに飛びつく。ハイパー止められない。すっかりマスターしちまったな。もう完璧です。飛んでかわした。これは戦い方を変えてきたようです。飛んでかわした。敵陣を切り裂く。飛んでかわした。飛ばない。花はここで作戦を変えてきました。チャージが決まった。待てよ、激しいタックル。花はこれは戦い方を変えてきたようです。この子、素早く横にかわす。センタリングを上げた。ここでスカイダブ発動。行くぞ、俺たちの空中技。選手がいるぞ。ここだ、いっけー。若島君、横に飛んだ。これはキャッチできない。マサオ君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。いけ、沢田君、パスを出します。いけ、チャージが決まった。花は前半を優位に進めて終えました。花はこれは戦い方を変えてきたようです。キックオフで後半スタート。激しいタックル、鮮やかなジャンプ、奪い返した。後方、ここからカウンターを仕掛ける。花ごとぶつかっていった。花はここで作戦を変えてきました。かわして振り切った。花はこれは戦い方を変えてきたようです。これはドボ抜けた。横をすり抜けた。花はここで作戦を変えてきました。大ジャンプ、空中からスタンプ。俺たちは空中だ。さらにダイレクトキューブの技術が加わる。いっけー、これボールを飛びつく。ライト反応するも決まった。しっかりマスターをしちまったな。もう完璧ですよ。花はこれは戦い方を変えてきたようです。ヒューガ君、ロングボールを送る。スライディングで止めた。
飛んでかわした止められない。いけクソめ花はここで作戦を変えてきました。予想をすり抜けた、かわして振り切った。小野くんゴール前に当てた大ジャンプ。行くぞ空中だ、俺たちの空中技。ああそこだ、ダイレクトシュートの威力が極まる。いっけさあ俺と真っ向勝負。若島津くんボールはまだ生きている。花はこれは戦い方を変えてきたようです。右へパスを送る、ボールダッシュ成功。花はこれは戦い方を変えてきたようです。玉井くんここはパスを出した、ここで作戦を変えてきました。小野くん素早く横にかわす、スライディングで止めた。で振り切った。中村くん、このスライディングが決まった。古田くん、激しいタックル。それ決まった。花はここで作戦を変えてきました。横にかわす。小野くん、連続突破で見せます。花はこれは戦い方を変えてきたようです。横にかわして突破。大ジャンプ。空中からのスイング。俺たちの空中技、さらにダイレクトシュートの威力が加わる。いっけー、このボールに飛びつく、ゴール隅に突き刺さった。しっかりマスターしちまったな。ボールをゲット。花はここで作戦を変えてきました。そうだよ、それだ。横にかわして突破。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。これは戦い方を変えてきたようです。スライディングでカット。花はここで作戦を変えてきました。ヒューガさん、ここでパスカット。花はここで作戦を変えてきました。くらえ、シュートまでもタイガースプレー。横に飛んだ、大隅に決まった。信頼してくれるみんなのために。もうあんた、そら花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。吉倉くん、ナイストラップ。鋭いスライディング、タックル決めた。はこれは必殺のロングパスだ。パスを出します。オーラ、これは必殺のロングパスだ。ロングボールを送る、ダイレクトでパス。澤田くん、ここからチャンスを作るぞ。相本くん、激しいタックル。これは必殺のロングパスだ。ふん、パスを回す。ここから長い距離のパスを狙う。あ、吹き飛んだ。渾身のパスを味方に送る、ロングパスだ。相本くん、ここはプレスを出した。ワンタッチで送る、渾身のパスを味方に送る。ロングパスだ。渾身のパスを味方に送る。このタックルは不発に終わります。パス、これは通るか。そら、ここから長い距離のパスを狙う。マコロ君、パスを出します。このタックルは不発に終わります。ここでパスカット。ハマイ君、ここは抜かせません。パス、これは通るか。そうだよ、武田君、ここはパスを出した。花はこれは戦い方を変えてきたようです。スライディングで止めた。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。それヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。チャージが決まった。武田君、ダイレクトでパス。花はこの作戦指示がどうそうするか。島野君、ここでパスを出した。ヒューガ君、ヒューガに持ってんだ。これがタイガー、ヒューガと発進だ。そのまま押し込んだ。俺は絶対に負けん。それジャンプ一番かわした。止められない。飛び越えた。次々にかわしていく。飛んでかわした。敵陣を切り裂く。ゴール前に持ち込んだ。イーグルシャット、シュート。ボールはまだ生きている。余裕、ここで激突。空高くで火花を散らす。若島津君、ゴ
のシュートを向か聖剣突きでボールを止めた。全国王者に勝った。東邦学園に勝ったんだ。こんなバカな。どうだヒューガ、俺たちの勝ちだぜ。理由はどうであれ、これでお前との対決は俺たちの一勝一分けだな。悔しいが今日は花輪中のサッカーの勝ちだ。おめでとう。二人のコンビネーションも予想以上だったが、お前たち兄弟を生かそうとする周りの選手のプレーに俺の指示がついていけなかったよ。実は俺たちもみんなのプレーについていくのは大変だったんだ。そのくらいみんなが頑張ってくれたからお前たちに勝てたのさ。このままじゃ終われねえ。立花兄弟、高校サッカーでまた勝負だ。望むところさ。その時もまた俺たちが勝つからな。それにしても俺そんなあいつもそこで。よし。よっ。お、よっ。いや、あ、よっ。1、2、3、4、5、6、7、8。よし、今晩のストレッチ終了っと。
な時間にどうした？緊張してるのか？お前でもそんなことあるんだな。いよいよ最後の試合だからな。やれることはしっかりやっておかないと。あとはしっかり寝て、明日の朝マッサージを受けて、本番を全力で戦うだけだ。そりゃそうさ。俺たちにはそうする理由があるんだ。ここまでの激戦続きで、はっきり言って俺たちも体はきつい。それでも俺たちは全力で戦う。このリーグ戦が始まる前にそう決めたんだ。中学サッカーに悔いは残したくねえし、みんなが期待してくれてるし、何よりチームのみんなとできる最後の試合だ。だから明日はあいつらと目いっぱいサッカーを楽しむ。そのために何一つ手は抜きたくないんだ。このリーグ戦が始まる前さ、あいつらは俺たちとのサッカーが楽しかったって言ってくれたんだ。もちろんそう言ってもらえるのは嬉しかったぜ。でも感謝しなきゃいけないのは俺たちの方だ。俺たち兄弟が思い通りのサッカーができたのはみんなのおかげだからな。俺たち兄弟のサッカーは決して兄弟二人だけで成り立ってるわけじゃない。俺たちがどんなにすごいコンビネーションプレイを思いついたとしても、みんなが協力してくれなければ実現しない。スカイラブハリケーンだって、お前とのスカイラブトライアングルだって、チームメイトが俺たちを信じてボールを奪って前線まで運んでパスを上げてくれるからできるプレイだろ。俺たちのアクロバティックなサッカーは確かに体に負担がかかる。プレイが苦しい時だってあるけど、チームメイトや応援してくれているみんなの期待に応えたい。その気持ちが俺たちのサッカーを支えているのさ。さてと、そろそろ宿舎に戻るか。そうだな。コンディション作りに大事なのは何よりも食事と睡眠だ。しっかり寝てしっかり食って、明日の南葛戦思い切り楽しもうぜ。ここまで来たんだな。南葛中との全勝対決、待ちに待った試合だぜ。そしてこのメンバーでできる最後の試合だ。マサオ、カズオ、今日も一緒に頑張ろうぜ。おう、みんなも頼むぜ。俺たちは今日のためにできることを全部やってきた。今日はそれを全て出し切る。そして最後も勝って最高の笑顔で終わろうぜ。おう、さあグラウンドに行くぞ。あれはうちの応援団。すごい人数じゃないか。全国大会の時の倍くらいいるぜ。サッカー部のみんな、応援に来たぜ。今度こそ南葛を倒してくれよ。あ
れだけ練習を頑張ったんだ。お前たちなら絶対に勝てる。みんな、カズオ、あっちを見ろ。俺は花輪少年サッカー団のみんな。俺たちのためにこんなに集まってくれるなんて。情けないこと言うなよ。こんな大応援団の前での試合なんてめったにできるものじゃないぞ。思いっきり楽しもうぜ。よし、みんな、この応援に応えるためにも必ず勝つぞ。ああ、夏の青空の下、ついにこの日を迎えました。新たに開かれました中学生のサッカー大会、ニューヒーローリーグの最終戦、南葛中対花輪中。南葛のキャプテン大空翼くんは全国大会で負った怪我も癒え万全の状態。それに対するは全国大会で南葛中と大熱戦を演じながらも惜しくも敗れた花輪中。主力の橘正夫くん、和夫くんの双子の兄弟は持ち前のアクロバティックなサッカーを磨き上げ、南葛へのリベンジを狙います。さらに今回花輪中では新しい戦力として加わった1年生が躍動。ここまでの快進撃の原動力となっています。そして今回花輪中の地元秋田県から全国大会の時に勝る大応援団がスタンドに集結、花輪中のイレブンを後押しします。ここまで両中学とも全勝で迎える最終戦、エキシビションではありますが、勝利チームがリーグの勝ち点トップとなるため事実上のリーグ決勝戦と言えるでしょう。さあ、間もなく試合開始のホイッスルです。翼、もう肩の怪我はいいんだな。ああ、もうなんともないよ。それはよかった。ならば心置きなく戦える。今度こそ南葛に、翼に勝つために俺たちは空中サッカーを鍛え上げてきた。今日その成果を見せてやるぜ。ああ、楽しみにしているよ。マサオ、カズオ、お前たちのコンビネーションはこの俺様がまた止めてやるぜ。そうはいくか。トライアングルシュートにツインシュート、お前にも結構な借りがあるからな。今日まとめて返してやるぜ。君のこれも今日は思い俺はそういう野心的な相手を待っていたんだ。いいだろう、かかってこい。俺は決して負けない。ください、スタジアムを。今はキックオフです。やっ、それ、ゴールで突破、さらっと奪い返した。チャージが決まった。よし、鮮やかなジャンプ、そら、その突破で見せます。飛んでかわした。これは華麗に回転に行かれるシュートだ。よく鋭く反応、森崎くん、これはキャッチできない。高杉くん、このボールを拾います。チャージが決まった。
く飛び越えた。いざボールの狙うも届かない。杉君素早く横に倒す。村沢君ボールダッシュ成功。和夫君ワンタッチで送る鮮やかなジャンプ。敵陣を切り裂く。これは華麗に回避されるシュートだ。高杉君このボールに立ちはだかる。ブロックされたボールは上空へ。これはスパイク回転をかけてきた。森崎君このシュートに反応している。森崎君ダイビングキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた木杉君ここはパスを出した。翼君これは南米式のドリブルだ。こいつが決まった。加藤君ここはパスを出した。鮮やかなジャンプ。止められない。飛び越えた。ドリブルで突破。次々にかわしてくる。飛んでかわした。ツインシュートだ。いけ。急攻撃で鋭く反応。次々に突き刺さった。決まりましたね。カズオさん、こいつだ。いけ。チャンスが決まった。花はこの作戦指示が功を奏するか。飛んでかわした。ここまで終わらず夏に終わります。次々にかわしていく。チャンス1番かわした。ツインシュートだ。いけ。ゴールに飛びつく。キーパー止められない。決まりましたね加藤さん。チームの期待に木杉君右へ回します。それという間に前半も15分が経過。ここから流れを掴むのはどちらのチームか。チャンス1番かわした。飛んでかわした。敵陣を切り裂く。ツインシュートだ。いけ。ボールに飛びつく。サービスに突き刺さった。決まりましたね加藤さん。近くでゴールをゲット。花はこれは戦い方を変えてきたようです。キスギ君ロングボールを送る。それここは抜かせません。ここでかわした。ここで攻防抜きだ。鮮やかなジャンプ。小田君ボールを狙うも届かない。かわして振り切った。花はこれは戦い方を変えてきたようです。大ジャンプ。空中からのフィンさん俺たちの空中だ。ダイレクトシュートの技が加わる。森崎君このシュートに反応している。こっかりマスターしちまったな。杉君左へパス。花はこの作戦指示が功を奏するか。かわして振り切った。あっと奪い返した。飛び越えた。敵陣へ攻め込む。次々にかわしていく。あっと奪い返した。花はここで作戦を変えてきました。小野君センタリングを上げた。玉井君激しいタックル。このクロスは通るか。大ジャンプ。空中からのヘディング。俺たちの空中技。さらにダイレクトシュートの威力が加わる。いっけー。クロスのように舞う。森崎君しっかりマスターしちまったな。このシュートを決めてきた。かわして振り切った。このスライディングが決まった。よし飛び越えた。そこはごぼう抜きだ。鮮やかなジャンプ。飛び越えた。ドリブルでボールを運ぶ。敵陣を切り裂く。石崎君ボールを狙うと届かない。弾き飛ばされた。森崎君ダイビングキャッチ。花はこの作戦指示が功を奏するか。相本君ボールを奪った。これは戦い方を変えてきたようです。かわして振り切った。小野君敵陣を切り裂く。このクロスは通るか。大ジャンプ。行くぞ。空中からの俺たちの空中技。さらにダイレクトシュートの威力が加わる。いっけー。このボールに飛びつく。これがネットに突き刺す。しっかりマスターしちまったな。決めました。
激しいタックル、体ごとぶつかっていった。ゴハク君、激しいタックル、いけ。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいけど、鮮やかなジャンプ、後半の切り裂く。これは華麗に回転にかけたシュートだ。これは反応しているぞ。あ、不正だ。パントキック、どこまで運べるか。なんかここからカウンターを仕掛ける。花は前半を終えて大量リード。花はこれは戦い方を変えてきたようです。さあ注目の後半戦、タッチ君、このボールをコントロール。花はこの作戦指示が功を奏するか。ここはパスを出した、敵陣へ攻め込みます。このスライディングが決まった。花はここで作戦を変えてきました。スライディングで止めた。パスを回す。花はこの作戦指示が功を奏するか。ここは抜かせません。花はこれは戦い方を変えてきたようです。鋭いスライディング、あとドリブルが見送る。チャンスが決まった。翼くん、いい形でボールを奪った。シュート、決まった。これはタッチを終わります。ダイレクトでパス、スローインでのリスタート。花はこの作戦指示が功を奏するか。激しいタックル、いけ、かわした。花はこれは戦い方を変えてきたようです。ここは抜かせません。花はこの作戦指示が功を奏するか。いけ、必殺のシュートを放った。シュートの勢いも体で止めました。花はこれは戦い方を変えてきたようです。ここはパスを出した。杉君、必殺のシュートでゴールを狙う。このボールに飛びつく。吉倉君、ゴールを割らせません。ワンタッチで送る。花はこの作戦指示が功を奏するか。体とぶつかっていった。花はこの作戦指示が功を奏するか。ボールを奪った。あと奪い返した。花はこれは戦い方を変えてきたようです。この作戦指示が功を奏するか。さあゴール前です。チャージが決まった。花はボールダッシュ成功。マサオさん、すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。柴田君、ドライブシュート。吉川君、このシュートに反応している。マサオさん、花はこの作戦指示が功を奏するか。このスルーパスは通るか。ここは抜かせません。キスギ君、必殺のシュートだ。花はこれは戦い方を変えてきたようです。体を張ってボールを取れた。この作戦指示が功を奏するか。キスギ君、ここでのシュート。花はここで作戦を変えてきました。チーム全員のレッドプレーにさらに磨きをかける。これはごぼう抜きだ。渾身のパスを味方に送る。パスを出します。これは必殺のロングパスだ。パスを回す。相本君、パスを出します。渾身のパスを味方に送る。ここはパスを出した。相本君、パスを出します。稲見君、ここは抜かせません。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。小野くん、パスを出します。飛び越えた。伊沢くん、タックルを決めた。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。それ。タックくん、ここはパスを出した。玉井くん、パスを回す。渾身のパスを味方に送る。ロングボールを送る。パス、これは通った。ロングパスだ。チャージが決まった。伊織くん、ここは勝負を避けた。ボールダッシュ成功。鮮やかなジャンプ。翼くん、
このスライディングが決まった。チャンスが決まった。それ飛んでかわした。渾身のパスを味方に送る。逆サイドにボールを振る。チャンスが決まった。ジャンプ1番かわした。いよいよボールを狙うも届かない。これは必殺のロングパスだ。タイムとパスを回す。かわして振り切った。キスギ君敵陣を切り裂く。チャージが決まった。花はこれは戦い方を変えてきたようです。ドリブルで突破。この子連続突破で見せます。花はこの作戦指示が功を奏するか。これは戦い方を変えてきたようです。小野くんクロスを上げた。マサオくんクロスに合わせに行く。空高くで火花を散らす。森崎くんゴール正面でこのシュートを迎え、ゴールは奪わせません。ニューヒーローリーグ全勝を成し遂げたのは秋田県の雄花輪中だ。負けたのか。俺たちが負けたのか。勝った。俺たちが勝っただよな。ああ、南葛に翼に、ついに俺たちが勝ったんだ。ああ、今までずっとこのために努力してきたんだ。こんなに、こんなに嬉しいことはないぜ。花輪中のみんな、リーグ戦全勝おめでとう。翼、実は俺、全国大会3連覇を成し遂げた時、もう日本で学ぶことはない、あとはブラジルに行ってプロになるだけだ、そう思っていたんだ。けどそれは間違いだった。まだまだ学ぶことがあったんだ。今日の花輪中のサッカーからは、全力プレーで勝負を楽しむ気持ちを感じた。それに二人のすごく自由な発想のサッカー、なんだかサッカーの原点に触れた気がして、戦っていて楽しかったよ。そう言ってもらえるのは嬉しいぜ。一つのボールをみんなで追いかけて、ゴールをするために、ゴールを守るために、いろんなことを考えて工夫をする。サッカーってそういうもんだろ。うん、それがサッカーの楽しさだよね。ありがとう。俺も改めて大事なことに気づいたよ。俺も大好きなサッカーでは誰にも負けたくないし、誰よりもサッカーを楽しみたい。だから慢心しないで、これからは常に努力を続けていくよ。おめでとう花輪中、君たちは最高のチームだよ。翼、ほら応援団が呼んでる。行ってあげなよ。あ、サッカー部のみんな、おめでとう。最高の試合だったぜ。みんな応援ありがとう。ものすごい力になったぜ。みんなの応援があったから今日は勝てたんだ。おい、マサオ、カズオ、早く来いよ。みんな本当にありがとうな。今日の応援だけじゃない、みんなの協力があったから俺たちはここまで来られて、今日南葛にも勝つことができた。このリーグ戦全勝っていう結果は俺たちとみんなの力で勝ち取ったものだ。
お前たちは俺たちの誇りだぜ。俺が目指しているのはゲームを、悔しいけれど君もきっと。でも大会の代表選考を兼ねたエキシビションのリーグ戦、ニューヒーローリーグ、今閉幕です。大会の MVP はなんと花輪中の新1年生の彼です。このリーグで彗星のごとく現れた新星がまさにニューヒーローとなった瞬間です。そしてニューヒーローリーグを通じた優秀選手21名も発表され、花輪中からは立花正雄君、立花和雄君、そして新1年生の彼が選ばれました。彼ら21名は日本代表として来月行われる国際大会に参加するため渡米することになります。日本サッカー黄金世代の彼らが聖火、集まってくれてありがとう。来月アメリカ、みんなは、ほ、ああ、俺が3日後よりこのチームで合宿を行う。その他の私からは、君とは、私は実は礼などいらないよ。君のリーグ戦での活躍は素晴らしかった。代表、ただ協会内には君を第一沢田屋に、だが私は君の中、それこそ今回、そしてもつまり正解、今回の代、だがきっと、ではこれで本当に終わったんだな。ああ、最高の形で。なんだろうな、嬉しいはずなんだけど、ちょっと寂しい気がするのはさ。おいおい、最高の結果で終われたのにこの空気はおかしいぞ。確かに、ニューヒーローリーグのことを聞いてから今日まであっという間だったけど、思い返せば毎日楽しかったな。いろんなことを考えて練習して、学校のみんなも先輩たちも協力してくれて、俺たちって本当に幸せ者だ。マサオとカズオと一緒にサッカーができたことは俺たちのサッカー人生の宝物だぜ。本当にありがとうな。何を言ってるんだ、礼を言うのは俺たちの方さ。みんながいてくれなければ俺たち兄弟のサッカーはできなかった。本当にありがとう。ああ、ありがとう、みんな。マサオ、カズオ、お前の存在もかなり大きかったよ。ああ、マサオとカズオと似たものをお前からは感じたよ。俺たちと似たもの？なんていうか、プレイそのものよりもサッカーの根本っていうのかな、それが似てると思うんだ。マサオとカズオは自由な発想でプレイを考えて、自分たちでいろいろな練習を試して工夫して、それを実現させてきただろう。こいつも同じなんだ。練習にいろんなアイディアを出して工夫して、今の自分のプレイを作り上げてきた。俺たちはマサオとカズオみたいなプレイはできないけど、
こいつを見て二人のサッカーの根っこに気づかせてもらった。つまり俺たちにも立花兄弟みたいなサッカーはできるし楽しめるってことを教えてくれたんだ。感謝してるぜ。うん、だからそのサッカーが身についたんだろうな。本当にお前にも出会えてよかったよ。お前は確かに俺たちと同じものを持っているみたいだ。だから俺たちと息の合ったプレーができたんだろうな。たとえ兄弟じゃなくたって俺たちみたいな息の合ったコンビネーションができることをお前は証明してくれた。スカイラブハリケーンはさすがに無理かもしれないけど、お前のサッカーをみんなに広めて互いが互いを高め合う新しい花輪中のサッカーを継いでいってくれよな。自信を持て、お前ならできるさ。そういえば、マサオ、カズオ、代表おめでとう。お、ありがとうよ。ま、二人は選ばれて当然だよ。世界中探したってこのアクロバティックなサッカーはないだろうからな。ああ、代表でも間違いなく大きな武器になるぜ。でも、お前まで代表に入るとはな。ついこの前まで花輪中のレギュラーですらなかったのに、ものすごい勢いで駆け上がったな。代表だなんて本当にすごいよ。俺たちだけじゃなくてお前も選ばれてるってことは、きっと俺たち3人のコンビネーションが期待されてるってことだ。マサオ、カズオ、唯一無二のアクロバティックサッカー、3人で世界に見せつけてこいよ。まあそれはそうだけどさ、お前なら大丈夫さ。練習で頑張ってアピールして試合で活躍してこいよ。マサオ、カズオ、俺たちの代表として頑張ってくれよ。ああ、選ばれたからには全力でやってくるぜ。日本からも応援してるからな。学校中のみんなと一緒にね。どうせだから優勝カップを持って帰ってこいよ。ああ、約束する。みんな楽しみに待ってるよ。